イルカの干し肉、イナゴで牛の骨です。いただきます。これ美味しい。ご飯に乗せて食べたい。違いすぎてよくわからん。こちらカフェローズというところにちょっと美味しいカフェがあるということで行ってみようと思います。はい、はい、なんかちょっと変わったやつらしいよ。え、どういうこと？ちょっと面白い感じ。はい、6時半ってめっちゃ早くね。早いね。めちゃめちゃ早いじゃん。そんな早くからやってんだ。ここなにこれ。どうぞ。手前がイルカの干し肉、イナゴで牛の骨です。え、すごい聞いてないんやけど。カフェはこの後で。なにこれ、なに、前菜？前菜です。だよこれ。え、なにこれ。え、なんか、え、イルカの干し肉？イルカの干し肉にイナゴの佃煮、天牛の骨です。しっぽ、テール、テール、あ、テールスープとかのテール。そうです。はい、一個もない。てか見たことない。なにこれ。むしろ、え、それがイルカのジャーキー。そう、イルカのジャーキー。とりあえず食べてみましょう。ママカリみたいな匂いする。とりあえず食べてみましょう。いただきます。はい、お、あ、気に入った。うわ、すっちゅ、しょっぱい。塩、うわ、めっちゃ塩。え、だからなんか生ハムっぽい味。いいじゃん。生ハムがなんか肉食感になったみたいな感じ。イナゴの形、うん、全部一人よ。うん、うん、だいぶ。いただきます。あ、これ美味しい。もうこれは全然美味しいわ。はい、うん、これはいきます。あ、もうなんかこの形を見な、姿形見んかったら、あの本当にもうご飯に乗せて食べたい。これご飯に乗せて食べたら絶対合いますよね。だからあの硬いんかなと思ったら、でもなんかもうやばい、これもうなんか。どういう光景ってなら、これどうやって食べるん。うん、コラーゲンって感じがする。あ、プルプル。あのラーメンのさ、だ、入っとるチャーシューみたいなやつ。あー、わかる。すげえチャーシュー。あ、いいね。うんうん、食感が変わらない。うん、うんうんうん。あ、おー、こんな感じ。なんか筋、骨筋みたいな。なんか骨だわ、骨。そっちがメインなのかな。うん、こっちがメインかもしれない。美味しいです。これは結構美味しい、こっちは。
ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、お待たせしました。今日ちょっとカナちゃんが来るってことで、稲子くんが歓迎してるパフェ。え、なにまたまた炙れるんだけど。いや、すごい稲子パフェ、稲子パフェ来ました。これ一番下は何？これはドライフルーツ。この緑のやつは冬瓜です。あ、これが冬瓜っていうの、はい、この紫のやつはそれは、リンゴのワイン。リンゴのワイン煮だって。何そのおしゃれなやつえ、すごい。じゃあ、稲子くんの還元にあたっていちごを食べます。これも、え、これ何ですか？それは大根。大根はい、もういちごの後に大根食べるとかちょっとびっくりなんやけど。めっちゃ大根あ、羊羹、芋羊羹。ういろうとようかんってどう違うのこれがリンゴのワイン漬け。これはオレンジ。だんだん食べやすくなってきた。いいね。台風落ちそうでさ、なんかちょっと恐る恐る食べてたけど。でも結構ボリュームある。ボリュームもあるけど、もうだってこれって何とかってなるやん。どう考えても。で、食感もなんかその本当海ぶどうみたいなの入っとったりとか、ちょっとなんかさっきのさ、あのイルカとかを食べた後だからっていうのもあってな、ちょっとなんか変なもん入っとんねんかと思って、なんかほんまなんか最後にさ、なんかもう変な入ってねえなとか思って、恐る恐る食べとる今。この緑のやつって何なんですか？冬瓜。あ、これなんです。なるほど。え、冬瓜？いい色してますね。冬瓜ってこんな色なん？で、初めて。こんななんか中身がよくわからんパフェを食べた。闇鍋みたいな。いや、違う味と違う食感が混ざりすぎて、あのもうなんかちょっと意識ついていけんのよ。これ何みたいな。でも全部美味しい。なんかあの味はあの全然マッチしてないとかではないんだけど、違いすぎてあの本当に。ちょっとよくわからん。これとかもそうだし、このリンゴのワイン普通に美味しい。リンゴのワインミドが普通入ってなくない？パフェに。ごちそうさまでした。でやって。スピチューブで初めてお年玉申請されたんだけど。いろんな。いろんなものが出てきますね。今日は。何100円札って何？やばくね？何100円札って何？まだあるんだけど。え、待って、何これ？いつの時代の何これ？え？え、これって本物？見てください、この。お年玉。お年玉がの癖が強い。この昔の1000円、聖徳太子の1000円札と板垣大輔の100円札をいただきまして、え、コンビニで使ってみる。絶対これコンビニで使ってみたってなったらさ、コンビニの店員さんがさ、えってなるんかな。やってみたくない？なると思う。
はい、ということで、あの変わったパフェというのはね、ベジフルパフェというパフェでした。まさかのね、野菜が入ってると思わんかったし、ちょっとこう得体の知れない食べ物が食べれたんですけど、あの普通の食べ物ももちろんありますということなので、あの美味しそうな普通のなんかフルーツだけのパフェとかもありますので、あとご飯とかもあるみたいです。はい、ぜひ皆様ちょっと遊びに来てください。あと音楽もねちょっとできるみたいなんで、あのまあこの時期ですけども、こうねギターとかもあったしね、ライブとかもやってるみたいなんで、ぜひ遊びに来てください。はい、ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。